バイア・コンディオス戦後一年の記憶は甚ははだ曖昧である訪ねてくれた戦友を追い返したのと街でルイズに会ったことぐらいしか覚えていない由比ガ浜を歩いているとジープが追い越して急停車しルイズと GI が降りてきたルイズは見違えるほど美貌になり生き生きしていた そのの兵隊とと結婚するのだという。エブリは和服を着ていたがルイズは着物を正確に「獣」と発音した21年からは毎日賭博にふけった「麻雀なら負けたことがなかった」「心理学応用麻雀必勝法」と名付けた。 すべての勝負ごとに勝つには相手の心理を読み取ればよい感染者のある時はそれに注意するない時は相手の目を見つめることだ土地の商人や追放中の実業家やプロ野球の選手から巻き上げた鉄火場へも出入りしたエブリは19歳だが中学生というあだ名で呼ばれた 株は不調で言う234は23しましょう色町の株などと言うインテリ崩れは6677ロンドンシティは英国の株226は反乱の豚などと言う専門家専門家とはいかさまのできる連中のことであるの目は どんよりと濁っているようで光っているようでその真理を読み取ることができないこれはすごいよ窃盗は出来心のこともあろうが専門家は普段に両親を殺さねばならぬただし専門家と勝負して勝てないということはない専門家がやるときに乗っかってしまえばいいのだ 鉄火場ではバッタが始まる前に手本引き本引きとか引きとかいう人もあるがという前座みたいな賭博が行われることがあるエブリが初めて手本引きの胴を取った時に桜の札を出すと手拭いで隠した1月から6月までの札のうち1枚を抜き出して伏せるのだ場の金がそっくり集まった 次にまた桜を出すとまたそっくり札束が膝元に集まった狐につままれたような気持ちで5回桜を出して毎回受けた後で聞いたのだが桜を出すのは縁起が悪いとされていて特に1回目にそれを出すのはキンキになっていたらしい土地の古着屋はエブリィの親だけで 3万円吸っってしまった彼は最後の2,000円を取られた時に誰にともなく「へえ終えた」とつぶやいた賭博で勝つとエブリは金の使い方も知らないから日劇のボックスシートで映画を見たり近所の者を10人も連れて喫茶店へ行ったり 闇の天ぷら料理を食べたりした。りしヤクザ者が町でエブリに挨拶するようになったそれが彼の19歳だったある日エブリはこういう生活と縁を切ろうと思った鎌倉の駅裏のそばにある製粉工場へ勤める決心をする昼夜2交代で昼の部は朝6時の出勤だった 頭のてっぺんから足の先まで真っ白になって働く自分を想像して「粉引きの歌という詩を作ったところが就職が決まりかけた時に山内教授が小さな出版社に世話してくれることになった一週二日の出勤で月給は800円である次第に毎日勤めればならぬようになり 月給が8,000円になった時夏子と結婚した昭和24年エブリは22歳である以後小さな会社や中くらいの会社を転々と移るどこへ行っても学歴と基礎学力に引け目を感じた サムサンデーモーニングという歌がヒットソングの上位を占めたことがある夏子は今でもこの歌やこのメロディーを聴くと吐き気を催すという夏子のつわりの時に流行したからである翔介が生まれたのは25年10月だからこの歌が流行ったのは25年の初めの頃だろうエブリも同じように バイアーコンディオスのメロディーに弱いチェンジングパートナーにも弱いバイアーコンディオスの女性コーラスを聴くと陰鬱な気分になってくるだから多分この歌がヒットしたのは29年の初めではないかと思う30年は旅情とチャチャチャと暴力教室とアーサーキットの「処女寺であり 31年から3年間はすべてエデンの東がトップであった29年にエブリは行き詰まっていた会社が潰れるのに立ち会ったり別の会社へ移ったりすることに飽き飽きしていた夏子と結婚する少し前からエブリは大酒を飲むようになりそれは今でも少しも変わらないが29年頃から 酒を飲むとうなったたりり夜中にに起きて泣いたりするようになったもし戦争中に学校を辞めなかったとすると一流会社に就職してのんびり社内対抗の野球をやったりしているかもしれないな」とか「終戦後すぐ学校へ戻れば新生大学の切り替えでやっぱりもうどこかの会社員だな」とか。 あの頃博死なんかやらないで語学でも勉強しておけばそれで結構食えるのになあとかつまらないことばかり考えた戦後すぐの時はこれはめちゃくちゃだったその後も例えば新宿の何とか横丁で飲んでも大学の教授も一流会社の社員もみんなカストリや爆弾を飲んでいた 物もなかった。平等だったそれが29年にもなるとだんだん差がついてきたエブリはまだ焼酎だった焼けっぱちだったしょうのないやつだったノイローゼの夏子と小児ぜんその祥助がいた一体どうなるんだろう もし俺が本当の生年月日で大正15年1月19日生まれで届けられていたら俺は戦死していたかもしれない。しかしひょっとするとそれなら学校を辞めないでつまり学徒出陣ということになって戦死の可能性は大きいがしかし全然別の俺になっているかもしれない。などと考えた。 大正15年生まれは数え年が昭和の年号と一致する大東亜戦争は昭和16年12月に始まって20年8月に終わるエブリの数えの16歳から20歳までで心理学上の思春期であるエブリはいつも子供心に国の重みを感じていた一方 戦争と徴兵制度のない世界に恋い焦がれたそれは極楽浄土だエブリはうちは金持ちだから戦争が終わればどんなにいいだろうかと空想したしかしエブリ家に金がだぶついたのは戦争のおかげであることを知らなかった29年に中学の同期会があった こういういい会合はそらずらしいものだ。みんな心の張りを失っていた商売の取引の話ばかりしていたまともに学校を出たのは一人しかいなかったそれも兵隊の我に医科大学へ行ってそのまま医者になってしまったのだという秀才連中は理科系から戦後文化系へ移ったり海兵や陸士から 大学へ戻ったたりしていた比較的仲のよかった4人がビアホールへ集まって20年21年に何をしていたかを話し合った「エブリは俺は追いちょうばかりやっていた」と白状した1人は「一日12時間寝て暮らした」と言ったもう1人は「今考えると訳が分からないんだが」 大学の野球部の応援を毎日日が暮れるまでやっていたという最後の一人は喫茶店に入り浸って5時間も6時間もぼんやりしていたというそれ以外の記憶が薄れていることで4人は一致していたしかし3人とも一流会社に就職していたエブリは そこでも敗北感を味わった翌年の30年5月にエブリが東西電機の当時は営業部に所属していて部としては独立していなかった宣伝課に腰掛けみたいなつもりで就職したのは偶然に過ぎない東西電機の弱電部門が急速に伸長したのも偶然のことである。 ついでに民間テレビの放送が始まったのは28年の8月28日で日本テレビ放送網株式会社略称 NTB が最初である宣伝部門が拡張されエブリのような多少ヤクザっぽい男でも仕事ができるようになったのも偶然に過ぎない昨年あたりから求人難ということがあって 新入社員の給料、つまり初任給が釣り上がってきてその結果全社員特にエブリみたいな途中入社の給料が上がってどうやら暮らせるようになったことは全て偶然に過ぎない偶然とはおかしな言葉だが少なくともエブリの計算ではないもし今日本のホワイトカラーについて 仮に35歳を中堅社員としてそれについて語るとなればこの偶然に触れないわけにはいかない。マンモス企業のマンモスビルの社員食堂にカレーライスを食べようと思って連なる長い長いバカバカしい列にいる35歳の中堅社員典型的なホワイトカラーそんなものはどこにも存在しない。 そんなものはどっかの社会心理研究所の調査に任せればよい。マス・ソサエティの中の一人とはエブにも思っていない。あなたは通勤の満員電車の中でどんなことを考えていますかはい、何も考えておりません。あなたの就職の動機はまあ、なんとなく。 あなたは今の職場に満足してますかええ満足しています将来何になりたいですか対価なく務めたいと思いますみんなのためにあなたの尊敬する人はさあちょっと思い当たりませんね